さて、できれば解体したいんだけど、できるかな。はい、こんにちは、ウィロックです。さあ、前回に引き続き、小屋と自動販売機を解体していきたいと思います。モジュールごとに分かれててくれたので、思ったより分解しやすかったです。ここら辺は迷いなく進んできましたね。この謎の自販機の分解、中はこうなってるんだって感じで、結構面白かったですね。全然支障なく分解してこれましたね。これで中身抜いたから動かせるが。すいません、おっさんのパンツ見えてましたね。アンカー切ったのに全然動かないぞ。どうやら上から押さえで溶接されてたみたいなので、屋根を外してきます。
秋が深まるの早いです。よし、上から押さえてた金具を外せました。ダメでした。まあ次行きましょう。こんにちは。今日は風が吹いてて寒いです。今日はこのラチェットとモンキー使ってこの鉄枠を解体できればいいんですけど、これも結構サビサビだったけど回るっていうね。
しょ。気をつけましょう。とりあえずこの自販機を動かさないことにはこれ以上分解できないのでここまでにしときます。またこの先のことは後で考えます。次はこっちだ。じゃあまた来週。